トリー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回は妖怪ウォッチ3寿司やっていきます。隣に立っているのはブリー隊長。クエスト聞いてみましょう。お前らよく来たな。めっちゃ踊ってるけどね。ちょうどいい、おめえらも参加していけ。え、参加って何？これよりバスターズの猛特訓を始めるであります。特訓？俺バスターズじゃないんだけど。ごちゃごちゃ言うなであります。強制参加に決まってるであります。ナメクジ軍曹怖いであります。まずい、バスターズの猛特訓、君にも特訓に参加してもらう。今回の特訓メニューは3本立て。ブリー隊長の指示に従って張り切っていこう。声出して腹からというので、このクエストを受けていこうと思います。特訓って言っても何するの？よーし、それじゃあまずはウォーミングアップとして、エンマリ風でランニングだ。え、準備運動を舐めてると痛い目を見るであります。ウォーミングアップとはいえども、全力で取り組むであります。さあ、こいつを飲んでエンマリ風までダッシュだ。え、何？スタミナムもらった。せめてスタミナムアルファが良かった。え、ありがとう。遅れたら承知しないぞ。おっと、って待ってよ。ということで、クエストバスターズの猛特訓発生、このままナビしてもらっちゃおう。なんかちょっと飲んでこいって言われたので、一応ですね、スタミナム飲んでから行こうかなと思います。スタミナム、あったあったあった、ちょっと使おう。スタミナ減らなくなるやつね。せめてアルファが良かったけど、まあまあまあ。エビスパ何してんの？一緒に行かないの？ん？何なんでしょうこの気持ち。ここがすごく落ち着く。エビス、あ、じゃあずっと行っていいよ。うん。今ちょっと後ろにはね、ジバネンを一緒に連れてきてるので、まあまあいいですよ、いいです、大丈夫大丈夫、問題ないね、問題ない。ごめんウィスパー、そんなこと言ってもたまには会わないとさ、寂しいからね。ね、はい、よし、来た。どうした？何やってた、遅いぞ。いや、あのちょっとエビスパーも来てるじゃん。え、ブリー隊長が早すぎるんだって。なんだなんだ、ウォーミングアップでバテたのか。まさかとは思うが、運が強い自転車を使ってきたやつはいないよな。ちゃんと走ってきたよ。そうか、ならよし。あ、その手を忘れていました。あれ、では特訓に移るであります。特訓の内容は鬼ごっこであります。え、鬼ごっこ？それって特訓っていうよりも遊びなんじゃ。シャーラーブ、鬼ごっこを舐めてはいかん。準備ができたら早速始めるぞ。ルールを説明するから声をかけろよ。まずい、怒られる。お、準備ができたんだな。これいいえってやったらどうなるのかな。なんだなんだ、やめちまうのか。あ、なんかちょっと怒り気味な気がする。あ、できました。はい、いけますではルール説明を行う。人数は60人。多くない？制限時間は3分。あ、その間に25人を捕まえられたら合格だ。逃げていい場所はニューヨームシティ内であります。範囲が相当広いので体力が鍛えられるであります。できるかな、ほんと不安だね。そしてその栄えある鬼は、この流れやばい、ジバネン、お前だ。え、おー、ケイタ君じゃなかった。にゃ、俺っちがやるにゃん。当たり前だ、お前もバスターズの一員。全力で特訓開始だ。燃えるぜ、おーってなってる。あ、ジバニャンになれる。3分以外に25匹捕まえろ。ちょっと嬉しい。あ、地図上には見えないんじゃねん。地図上には見えないんじゃねん。こっち側にはいない。ちょっとジバニャン疲れる。あ、え、分からんな。うん、俺らのゴールはどっちだ、さっぱり分からんな。これ捕まえてるよね。1匹 OK。 あれ、なんかいる。ドキドキ、いや、それかくれんぼ。見つかったー。このドキ感が癖になる。かくれんぼだよ。あ、でも2匹来てる、2匹。あれ、人魚を捕まえられるのか。あれ、ほとものずーっとここ回ってたら楽しくなってきたぞ。のーのぼんなするな。次はこの辺にもいるってことなんですね。ちょっと見ながら行こう。あれ、花咲かじいがいた。ほっほっほー、みんなと遊ぶのも楽しいの。あ、ここの桜は花咲かじいがやってくれてるってこと、もしかして。あれ、いや
や爆速に捕まっちゃった。おお走り足りないぜ。今ちょっとノガッパ捕まえようと思ったんだけど、俺を捕まえるんすか。マジっすか。マジっす。6匹25でしょ。あ、なんかいっぱいいる。ほい、オーバーガーやられた。オーマイガッド。英語混じってきてる。英語この辺いないね。さっきでも奥の方に。うわ、汗かき。ははちょっと走った時で汗が止まらない。いつもの気がします。突っ込みます。いつもの気がします。ウホー捕まっちまったぜ。聞いてくれ、悲しみのウホロック。そんな時間はない、そんな時間はないのにゃん。あ、お友達がいる。あれ、砂を捕まっちゃった。捕まってしまいましたか。それでは私はこの辺でおいとましますね。礼儀正しいな。で、なんか無理壁もいる。そこ隠れてるやつでしょ。無理で隠れてるやつ。何度も言いますが鬼ごっこです。かくれんぼではございません。でも奥の方はいなさそう。ちょっと行くよ、島にゃん。怪しいんだけどな。この辺でも怪しい。怪しくないの。あれ怪しくない。あれ、あ、いたいたいた。ちょ力持ち。ここをぐるぐる回ってれば絶対捕まれないと思ってた。持ち、なんかちょっとズルしようとしたでしょ。ちょっと、あ、4つ目かな。あ、違う、悟りちゃんだ。あ、見つかっちゃったんだ。そうなんだ、悟ったね。見つかるかもしれないと思っていたっていうところの悟りではなかったっていうのがちょっとあれでしたが、この辺はいない。あと1分40だ。まずい、半分いってる。あ、ばばばばばばば。あ、いたいたいた。え、あ、なんか仲良しになってる、ここ。おーい、おーい、武者かぶと。俺を捕まえるとは根性ないやつだね。気に入ったぜ。まず友達になってないからなりたいですね。クマの無事クやられちまった。お前やるじゃねえか。ここの2人がなんか一緒にいるっていうのが斬新。斬新だった。チマニャン行くよ。もうちょっと頑張ろう。あ、一瞬ボーイちょっと捕まえにくいな。でも60匹いるって言ってたから、5。あ、待って、あの KJ も走ってるの。いや、乗ってるかい。まだまだ上がっていこうぜ。クラブハウスから出てきているのね。クラブハウスにいた子もいる。不安感。あ、違う、大人ブルだ。潔く負けを認めるのも大人ってもさ。いや、こう始まった地点にいてもらいたかった。来たぜトラブル。お前のトラップ、我のラップもここでドロー。ラップ苦手なんですよね。やらせないでもらいたかった。ちょっとした恥な気がする今。だってこっちコンタンいた。あ、アスタガールとかも走ってるんだ。待て、どっちか待て。よし、明日アスタガール。イエイ、やばい、1分切ってる。コンタン、キャー捕まっちゃった。みんな応援ありがとうね。え、みんなって、え、あれ、マイペース、マイペースだ。え、私捕まっちゃった。うん、そうだね、捕まっちゃった。お、くぶきちゃん、え、何か言う。あ、はいはい、鬼ごっこね。すごいなんかゆるい感じだった。でもこっち、あ、いっぱいいる。ちょっと3人、あれ、ケータくんも走ってるの。捕まえとこ。ケータくん早い。待つにゃん。あ、よし、あ、ジムダに負けた。クソ、なんかムカつく。いいですよ、へへん。コードさんっていうのもね、忘れてましたよ。やべ、まとまって捕まっちまう。いやー、もう捕まっちゃった。ちょっとかわいいな。お、成功。あ、3人中1匹残してしまった。なんかちょっと悲しい感じになってた気がする。今そこまで、結果は合格であります。やった。最後でも3人一緒に捕まえてあげたかったですね。ちょっとやってしまった感はありますが、ジムニャンすごーい。俺っちにかかればこれくらい楽勝にゃん。ビクトリアーン、よーし、よくやった。走り回って疲れただろう。これを飲むといい。またスタミナムだ。アルファが欲しい。ありがとうにゃん。ジムニャンいい子だ。私だけだそんな言ってんの、ごめんなさい。じゃあ特訓はこれでおしまい。いや、まだまだ続くぞ。次は実戦で特訓だ。え、戦ってもらう相手はこの方であります。ということで、まだまだ続くぜ。はあ、冬にゃん来たか。勝負だ、行動。え、冬にゃんと戦うの。あ、全力でかかってきてくれ。準備ができたら始めるであります。なんと冬にゃんとのバトルになっちゃいました。一回話しかけて行ってみたいと思います。前回鬼ごっこだったんですけど、それも楽しくって、今回は実戦ということで、冬にゃん準備はいいか。これいいにしたらどうなるの。そうか、準備ができたら教えてくれ。かっこいい。よし、準備はいいか。イエス。ニューヨーマシティがクロークたちに襲われた時は一緒に戦ってくれてありがとう。俺たちがガッツを失わなかったのはコードがいてくれたからだ。うん、かっこいいな。今度はお前のガッツ俺に見せてくれ。行くぜコード。ということで、バトルスタートをやっていきましょう。冬にゃんが現れた。アイテムと使っていいのかっていうのはまだわからないんですけど、友達系にはなれない。あ、でも相手に使うができないからなれなさそうですね。このまま倒していきたいと思います。
一番奥の段にいるんですね。最初感度変わるな。必殺技見たいので見たいな。ゲーザ流星群から始まってどんな感じなのか。いやーでも意外と HP はやっぱり高めになってる。縦の陣にしてラストペシニャの必殺技を打っていこうと思います。ペシニャのね必殺技見たいんですよね。できれば打ってもらいたいけど、サボってたのに動いてた。あれヘラキリソード当たらないやつ。かっこいいな。もう好き妖怪なんですよね。ペシニャ私好きな妖怪なのでこうやってバトルできるのは嬉しい。よしいい感じだ。来たぜビバ茹で上がり。当たらない位置に移動してる。素早い。さすが冬にゃん。あ今もうちょっとだ。あなんだろうこれ。お警戒玉。あ必殺技見れなかったけど勝利。楽しくできました。おレベルアップもしたし必殺技の技レベルもアップしましたね。やるなお前の勝つが伝わってきたぜ。よしコード頼みがある。え頼み？あ、改めて俺と友達になってくれ。来たー来たー。うん、よろしくね、冬にゃん。やったー、冬にゃんと友達になったー。嬉しい。データ来たぜ。もうなんか育ててパーティーに入れようと思います。うん。冬にゃんニックネームつけますか？つけません。そんなかっこいいもん冬にゃんのままですよ。やったー嬉しい。で、一つまた封印も解けました。世界は友達、全部守るぜって言ってくれてる。おやるじゃないか。実践の特訓も文句なしに合格であります。今回用意した特訓メニューはこれで全て終了であります。やったー。俺ちも疲れたにゃん。うんうん、お前たちナイスファイトだったぞ。これからもっとハードな特訓メニューでもいけそうだな。えにゃうん、ビクトリアンじゃなくてちょっとつか、もう勘弁してほしいにゃん。最後のジバニャン、まあ鬼ごっこはジバニャンだったのでね、疲れちゃいますよね。でもスタミナも2個もらえて、冬にゃんとのバトルで冬にゃんと友達になれる。で最後アイテムはコスモセイルをゲットした。でここでのルーレットボーナスは、あ大当たりが術の超経験、あ超秘伝書、これは欲しい。大当たり通り越して、小当たりミュージックカード4つ。なんか最近ですね、どうも中当たりと大当たりが来ない私ですね。ちょっとここにいる妖怪も話しかけてみよう。んビクトリアン、これからもどんどん得していくぞ。カウントウォッチ1、3、ブーン。はい。今回用意した特訓メニューはこれで全て終了であります。次はもっとハートのメニューを考えておくであります。軍曹が考えるのかな。世界は友達、全部守ろうぜ。うん、やっと特訓終了ですか。最近引きこもれる時間が減ったような気がします。あドンマイです。本当に無理。砂子さんは特訓大変だったね。お疲れ様。超マイペース。ということで今回はブリー隊長とバスターズ猛特訓のクエストに挑戦しました。フィナンとも友達になれてめっちゃ嬉しいです。あとね、なんかね、かぶってるのよ。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。まだまだ残ってるサブクエストだったりとか、やり込み要素の部分、楽しみながらアップデート持ちたいと思います。いやー、でもここのニューヨーマスティ60匹で、鬼ごっこってことだったんですけど、私が見つけたところだとまだ地図上ですね、全体まで行ってなかったので、他にどんな妖怪が動いて鬼ごっこ一緒に参加してたのかっていうのも気になりますね。今見るだけでも地図上にもいっぱい妖怪いますし、もう他にもどんな妖怪がいるのかっていうのはね、ちょっとね時間が空いた時に全部話しかけてみようかなっていうのは思ってるところなので、個人的にニヤニヤしながら遊んでいこうと思います。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!